ハローラーこんにちはパーカッションの高波です。今回は以前作りましたマウントスレベルをさらに改良してみたという動画でございます。以前作った時もね、動画にさせていただいたんですけれども、以前は先輩パーカッショニストであります副長さんこと福永正夫さんが使っていらっしゃるのを見て、まあ、僕もね、僕なりに身を見よう見まねでやってみたっていう内容だったんですけども、なんとね、それを見て副長さんご本人様から、あ僕はこうやってますよ。僕のえ楽器はこういうふうに作ってますっていう写真付きでね、 教えていいたただきまましたありがとうございます、はいえー、なので、えー、せっかくでございますのでそのアイディアをね頂戴しましてさらに改良を加えてこうなりましたというのをお見せしたいと思います。はい、で自分も同じようにこれ作りたいわっていう方ねごくごく少数だと思うんですけれどもまあこれと同じじゃなくてもねこのベルを使った何かカスタムパーカッションに施したいなという方のためにですね、まあ、細かいディテールとか、まあ、作るときに気をつけるべきことなんかを 解説させていただきますので、まあ、そういったことに興味があるマニアックな方ぜひご覧になっていただければと思いますはい簡潔に言うと LP のマウンタブルのタンバリンですねタンバリンのボディだけ使ってこのボディに一個一個鈴を止めたとで以前はテープでね割と雑に止めたっていう感じだったんですけどこの付け方をね副長さんの真似させていただいてこの一個一個の鈴がこう若干揺れる 遊びが生まれるようにボルトとナットを調整したという形です。はい。で、鈴、外側がスティールで中をブラスっていうね、まあ2種類使うとどうかなと思ってやってみました。はい。まあ若干音がね、えー、2種類混じるので濁るので、綺麗なリン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 っていう感じではないんですけど、僕の場合はね、まあクリスマスで使うというかアンビエントで使うことが多いので、まあこれでいいかなと。 えー、このバランスにしてみましたまあこだわる場合はスティールだけ、えー、ブラスだけで2種類持っておくとねいいかもしれませんはいで僕の場合はですねこの鈴1個1個をスレイベルからねこうもぎ取った形だったんですねなんでこの接合部分ここになんかね金属パーツめちゃくちゃ硬い金属パーツがねついててこれがなかなかね取れなくて苦労しましたはいでもうしょうがないから倍力の金属バサミ はいまあ、これをね買ってきてバチンともう力技で断ち切って無事取れたという形ですもうこれ鈴一個一個ね単体で多分ね買った方が早いと思いますこっちが付いてるとねめちゃくちゃ大変でしたね、はいえー、でこの形になって今度中にね、えー、何か通さないといけませんということでボルトですねはいサイズが M4、えー、そして長さが 20mm だと 長すぎず短すぎずちょうどいいかなという感じです。はいまあ、このボルトを、はい、こういう状態にするわけですね。はい、このタンバリンのボディのこの溝の部分にね、うまいこと引っかかるようにワッシャーも使って、えー、ナットで留めて両側からぐっと締めて固定した状態。でかつちょっと遊びが生まれるようにね、調整して完成と。 いう感じになります、はい、これね結構ねこうたくさんつけたりこの距離感鈴同士があんまりこうぶつからないようにねえバランスを調整するのは結構大変です、はい、で1個だけ改善点というかねあこうしたらさらにいいなっていうのがあって鈴とナットの干渉部分、はい、この部分がこう激しく動くと鈴の音以上にカチャカチャカチャっていうね ノイズ成分が鳴ってしまうのでこの接合部分の、えー、ワッシャーですねこれを何かゴム製とかシリコン製とか、えー、音がカチャカチャ鳴らない素材のものにするとさら、まあ、に良くなるのかなと思いましたのでもし真似してみたいよという方はね、えー、そういうの使うといいんじゃないかと思います僕もちょっと時間があったらまた改良しようかなと考えておりますはい、まあ、問題点はやっぱりこの 動いた時のちょっとノイズですよねシャンっていう音プラスちょっとカツンっていう、ね、音がどうしても鳴ってしまうので、まあ、そこだけ、まあ、改善できたら更らにいいかなと思いました。はいというわけで今回はマウントスレベル改良ポイントをお話しさせていただきました。まあ、大変マニアックな ところだったんですけれども、これね、インスタに載せたら、海外のね、パーカッションニュースとかからも、お金払うから <laughs> 作ってくれっつってね、送ってくれっ,つってね、振込先はどこだみたいなね、コメントいただくぐらい、まあ、興味ある人は興味ある、作りたい人は作りたいと、えー、思いますので、ご興味あれば、えー、ぜひやってみてください。また何か質問ありましたらですね、コメント書いていただければと思います。はい。こんな感じで、このチャンネルではパーカッション情報を大変マニアックに発信しております。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。またメンバーシップの制度を使って、チャンネルのサポーター様大募集しております。 こののチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、ぜひ概要欄見ていただいてメンバーシップ入っていただければと思います。はい、また毎週日曜日の YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、ぜひ参加してくださいということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。